本目からメインイベントのダウンヒルだ。2000を出してくれ。気を抜くな、セイジ。マルヘイ運転で行け。本気か、京一。ポンコツ相手にマルヘイ運転？そうだ、気を抜くんじゃねえぞ。俺にはわかる。電気みたいなもんが走った。この店はできる。眉唾もんじゃねえ。凌介を任すだけの何かを持ってるんだ。それが何かわかるまでは気を抜けねえぜ。アウェイでのバトルで勝つために京一が作った作戦パターンは3つある。相手が最も手強い時にだけ使うのがマルヘイ運転だ。なぜマルヘイ運転なんだ、俺にはわかんねえぜ。よし、カウント始めるぞ。待て、俺たちのルールは主電動機出力が低い方が好きなので使うべき。こっちはそれに合わせる。聞こえねえけどな。今度こそダメだってお前言ってるけど、こんな相手に巧み合いになってるのかな。本気はないけど、あいつまた勝つよ。見せつけてやるぜ、2100の凄さだな。俺のテクニックの凄さはな。いくらコーナーで頑張ったところで、出ればしばらくは効果だし、典型も悪くない。お前は軽く前に出られるぜ。そんなのが我慢できねえ。あちゃ文句ねえだろ、京一。
ナリングが速くなってコーナーで抜くのは不可能だ。ストレートは断然俺の方が速いからな。これでよかった。ここで前に出るのは間違いなくない。勝つのは俺だぜ京一。ケイスさん、こんな終盤じゃ勝負はついてしまってるんだ。兄貴が見学するならここにしろってさ。エンペラーだかコンテナーだか知らないけど、宝塚戦ダウンヒルで藤原作品とやるなら、しかし直線の遅さに切れて前に出たら早い。今までのどの相手よりも加速が鋭い。加速力の差をかわせるのであれば、あいつよりずっと速い速度でコーナーから飛び出すしかない。仕方ない。さ、覚えておけよ。線ドリフトには突っ込み重視と立ち上がり重視、二通りのドリフトがある。ギアを出すタイミングと飛び出すタイミングが微妙に違う。こっちの方が難しいよ。この技を転んでみれば、爆上の車相手でも互角以上に戦える。藤原拓海は後追いの時にこそその実力を先行して逃げ切るはずだ。結果的に相手が引っ張ってしまう。もう一度抜き返すチャンスがある。